住所ぶっ壊す。中島です。今回ですね、こちらの超高校生の2期生のレオ君に来ていただきました。紹介すると、もともとすごい太ってたと、学生自体は自殺したくなるぐらいいじめられてて、女子とかにもいじめられて、そんな感じだったので、一切モテることなく気持ちな学生生活を送ってたと。そんな中で、鹿児島に出会って、お仕事できてって感じですね。一人彼女ができて、彼女が東京からまさかの大阪に引っ越してるんで、そういうところまで引っ越しができたということで、で結果ともすごい早かったんで、こういう風にね来てもらいました。大阪に帰った後はね、大阪でも難航して5人ぐらい来て、そのうちの一人と手取りとかやって、ビジネスというふうに入っている、そんな感じですね。あえて1ヶ月ぐらいでも、ポンポンと結果出て、さっさと大阪帰ってたんで非常に手数も早かったなっていうところです。で、もともといじめられてる全然年齢になかった中で、こんな短期間で手助かっていうのが非常に強いところがあると思います。じゃあちょっとあれから自己紹介してもらいます。今年で24歳で今23歳の学生やってて、もともといじめられて全然女だけのおのちもなかったんですけど、そんな中でこのままやともう一生ひもてやな、どうてやなと思って、もうそんな時に中越さんに出会って、これはもう受けるしかないと思って、もうお金とかも全くなかったんですけど、もう全てをもう捨ててかけようと思って、京都から東京にキャリーバックと上京して、そんな感じです。そんな感じでしたね。どうてだったの？どうてではなかったんです。なんとか自分ですもめちゃくちゃブサイクを抱いてます。そう、めちゃくちゃ最後抱いて、ある程度4人は抱いたんですけど、根本からの紐だなってなくて、初対面やったのがロソエルという、ロソエルんですけど、例えばその友達と一緒に遊んでて、あの子タイプしこくきょってなっても、ポンポンがひもてなんで、あ、でもみたいな感じで、長期的な関係になったらバレてしまうみたいな感じだったので、わかんないのばっかり。そうですね、一人は長く続いたんですけど、そういうかもね、バイトの関係構築をうまくできるようになりたいということで勉強してきたみたいですね。今日だからうちの事務所があるんですけど、近所にね、そこでいろんな奴がいたと思うんですけど、頑張ったりとかしてですね、やっていたわけですが、どうでした？やってみて、大体その半年ぐらい経ったと思うんですけど、どういう成果が見られていました？さっき俺ちょっと言ってたんですけど、成果で言うと、18日ですぐセニョが1人できて、で、ツイッター発信始めて、1ヶ月目、2ヶ月前ぐらいで2人募集して、そうですね、で、30番ぐらい稼いで、で、こっちでも1人できて30番ぐらいになった感じで、本当に意味がわからないとか、ありえへんって感じですね。そうだね、意外と知識ゲームというか、勘違いしてね、俺がやってることってすごい異変みたいな感じてると思うし、みんな。で、多分感じたら、そう、めっちゃ思ってました。意外にやってみたら、こんな簡単なんで。いや、そうなんですよ、ね。ほんまにそうなんですよ。ちょっとじゃあ、伝えてみましょう。しましょう。そうそうそう。とかやって、お金がどうもおしゃれな感じにして、プロさん方大学生に。で、あとは声かけてあげるように、1日10番目とかして、10番目なんでね、最初は移動してたかもしれないけど、2、3時間くらい。僕は東京来る前にちょっとやってたんですよ。で、自動車バックで自動報告してから来てって感じです。最初ほんまにもう、でも合計で18時間以上自動しました。まあでも克服できればさ、すぐじゃん。ウーバンゲして夜は電話してアポやなって感じです。で、その前に大阪の深夜とナンパして、そうですね、ナンパして帰ってきて、20日後に東京で整形、目頭切開なんですけど、その整形の予定があったんで、20日で家3つぐらいあったら渡り歩けるじゃないですか、3人ぐらい作ろうと思って、もうオムレツ生活してで、3人作ってって感じです。まだ結構自分で追い込んで、で、今その3人の家を転々として、そうです。どういう生活、その5人の女の家を転々とする生活、いやもうどんな感じなの？慣れてしまったんだけですけど、最初はウキウキしてるというか、いや、俺やねみたいな感じになってて、毎日ですけど、それは対面できるじゃないですか、ね。もうなんか全てが揃ってる状態というか、だからやりたいことに全部集中できる環境というか、不満がない最高です。最高の環境は。生活費かかんないし、いいだし、お金も取り上げてもらって。いや、ほんまにいいそうなんですよね。あの王様みたいな感じですよ。ハッピーネス与えてたら。でもめっちゃ最短でね、すごい結果出してるし、みんなちょっとびっくりしてると思うんですけど、実際そのじゃあ、もともとそんなひも手じゃなかったんじゃないのみたいな思ってると思うんで、ひも手自体のエピソード。どんぐらいの紐手やってるの？ほんまに昔からもう気が弱くて、ちょっとバカにされたら泣くみたいな。いいよね。低学年で小学5年生で思春期というか、女の子に興味持ち始めるんですけど、そういうのって誰もその時言ってなくて、僕がなんか素直やったんで、女の子どうたらこうたらみたいなこと言ったんですよ、確か。じゃあお前変態やみたいな、めっちゃバカにされて、そこから壮絶ないじめが始まって、学年中に変態。で、教室入ったら全員から罵声やめせられるみたいな、やばいな。先生も止めないんですよ、一緒になってて、
放課後のホームルームでちょっと関係ないかもしれないですけど、先生が誰か悪いことをした人いませんかってあるんですよ。チクリアいいね。そう、チクリアあるんですよ。チクられた人は宿題が1ページ増えるんですよ。僕常に6ページぐらい増えて人の名前をらされてたっていうのはあって、そこでも心が完全に弱りきるというか、もう俺はダメなやつだったな。中学校となって、中学校って知らん人もいるじゃないですか、うん、でもなんかそこで同じ小学校の人が、うん、こいつ変態でみたいな言われて、で初日からもうあいつやばいなしって、うん、子供なんてすぐ続けるものじゃないですか、うん、ヤンキーグループみたいな年もキモいねってよみたいな、ほんまに毎日言われて、例えばその全く喋ったことないクラスの女の子がいたんですけど、消しゴム落とすんですよ、落としたからこうやって拾ってあげたら気持ち悪い、触らんといてよくいやいや、ほんまに今思ったらマジでふざけんなくなるんです。切れるとかいう反抗する心がないんですよ。みんなね、なんですよ、それで。ごめんみたいな言っちゃうんですよ。ボールだけで下打ちされたりとか、仕事されたり。やばいな。いや、ほんまにやばそうです。そこまでないぞ、俺。あったもんね。いや、あれは。あるかも。そうなんですよ。ただ中学校に上がって体は大きくなったんで、男にはいじめられたんですよ。あ、そうなんですか。そうです、男にはいじめられないんですけど、もう女子からの暴行がすごいんで。女子がやるの。女子すごい、すごいんですよ。それだからもう完全に紐でマインドを培ってしまう。でもそういうのがあるとさ、はい、女に危害を加える感じの性癖になったりするじゃん。なりました。なった。なりました。なったね。もうめっちゃ好きなるんだ。なりました。なりました。なるらしいんだよ。どっちからしくて逆にこう M の方に行ってる。あ、ここはその女ムカつくみたいな感じで植え付けられて被害を抱えてるとなりましたかな。完全にそうですね。あとなんか年下の女の子が好きになったりとかもありましたけど、あんまりゴリコンみたいな。あ、やばい、やばい。そういう意味いっぱいあるからね。抜いちゃってたりとか。そうですね、やばい。これはかなり衝撃的でした。僕もここまで深く聞いてなかった。そんな彼でこのできたんで、皆さんもできるんじゃないか。皆さんそこまでいじめとかないと思うんですか。やっぱ西の方ってすごいね。俺も東で育ったんで、なかなかいないと思うんですよ。そういう地域の治安が悪い。そうか。僕のとか治安悪かった。悪いか。悪いか。授業中にガラス割れたりとかしますから。あ、そうだ。すごいな。自分23ってことは、うんこ下の代でそんな結構エネルギーがあるんだ。そうです。地区によってはね。ありますね。なかった。間勝ち競争になかった。俺はそういうことですか。こんな感じの気持ちで、募集受けて、ここまで来たんですけど、こうしたのどういうところやったの。でも第一に環境を変えれるっていうのが一番です、うん、でそのマインドが弱いんで、ちょっと失敗したらなんか逃げたくなるとかやめたくなったんですけど、逃げれないんですよ。楽しんでるからね。同じ目標を持った仲間とかもいて、お互い励まし合ってどうしたらいいとかっていうのも聞けて、自分を変える全ての要素が詰まってるところがいいところです、ね、もうやるってなくなるからね。あ、そうなんですよ。もうやめるって選択肢がないんですよ。言葉で追い込まれないと頑張って仲が逃げなかったらするからね。言葉で追い込まれたらもうやらざるを得ない。人生変えたいんだったら最適かなっていうことが思います。まあ、俺も師匠に15毎月15万払ってたんで、1年間それは10万です。払えないんで売り線で働いてました。15万無理やん、そんな。いや、本当売り線で払えるしかなかった。別にやってよかったと思って50万なんで余裕で回収したんで、それぐらい今言われるのがナンパだと。っていうその感じの、まあ、成り上がって今ビジネスの手だと思うんですけど、これからどういう風にやってるか。これからお金稼いでいかないといけないんですけど、中押しさんの講師を受けて一番学んだことは、できるかできひんかっていうのが最初に悩むより、まず行動しないといけないっていうので、継続と試行錯誤さえ続けてたら結果で出るんやなっていうのは分かったんで、自分の友達と、ね、その恋愛ビジネスを最初に YouTuber みたいなんじゃないんですけど、遊んで楽しく暮らしたいなっていうのが昔からの夢だったんですよ。漠然としてどうせ無理やなと思ったんですけど、中押しさんのコンサルティングでもしかしたらできるかもしれないみたいな、できるか、全然できる。だからそんなやってないからやろうと思って、で友達にその話したんですよ。二人とも仕事辞めたんですよ。すごいな。そうです。マジか。そうです。恋愛系やろうの。恋愛系と YouTube で遊びながら、来月から本格的に。あ、そうなの。そうそうなんですよ。関連できたら僕と言うならバイバイになってくる。ありがとうございます。じゃあこれを見てるときもって昔に入れられてる自分だと思って、経験を飛ばしてる。まあ、この動画を見てるってことは全然ひも手でなかなか行動できないと思うんですけど、絶対一歩踏み出して行動するべきで、一歩踏み出す勇気がないからひも手なんですよ。一歩踏み出して大金かけてもうやるしかないっていう環境においては絶対結果出るんで、悩んでるのであれば一歩踏み出して自分の殻破って行動した方がいいです。そんな感じでね。はい、じゃあまあこんな感じでね、終わるんですけど、彼もできたのか年に理解絶対大丈夫です。じゃあどういう風に彼らやったのっていうグラディアの方を、ね、解説している限定動画をライアントに配信しているので、概要欄のコメント欄からライアントの登録をよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。